こんばんは、スティーブ適戦のスティーブです。今日は東京の西麻布におります。西麻布といえば寿司湯です。世界一の美味しい寿司屋なので皆さんに、ご紹介したいと思います。ではいらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃいませ。どうぞ。よろしくお願いします。失礼します。今日はよろしくお願いします。最初今日お任せでお願いいたします。はい、はい、かしこまりました。はい、いつもみたいに美味しいものをたくさん出してください。はい、はい、自家製の干物ですね。あの屋根の上で干して、干し焼いてます。サバの干物です。こういうのはどのぐらい干すんですか？だいたい5時間ぐらいですね。5時間ぐらい太陽の下で生から はい、の状態で、はい、もう太陽の下で干す。はい、寿司湯って何年やっていらっしゃるんですか？はい、こちらで全部で42年ですか、はい、外国からもよくお客様、はい、はい、たくさんいらっしゃいます。そうですね、よく見かけますね。はい、英語も喋れるんですか？いや、少しだけですね英語のメニューとかも、うちは日本語のメニューも何もないです。何もない、メニューなし。はい、はい、ご飯2つお願いします。これ小肌ですね。これは結構外国のお客様に説明すると難しいんですけど、はい、日本の、ね、昔から伝統の魚、江戸前のお寿司ですね。江戸前の寿司ですか、はい、これは、もう一度何て言うか、小肌ですね。小肌ですね、はい、小肌もこれ、まあ、光物ですね。でお酢でしっかり締めてあります。はい、生ではないですね、お酢で締めてありますね。もう食べやすいですね。もう海苔でもう巻いてあるから。うん。うん。で、卵もまた面白いですよね。そうですね。お店でそれぞれ味が違うと思います。美味しい、ふやふやしている、ふわしている、美味しそうな。ちょっとなんか甘いですね。砂糖を使ってます。だしと砂糖と。はい、あと、もしお好みでお醤油少しつけても美味しいと思います。あ、そうですか。そのままでももちろん美味しいですし。じゃあ少し、はい、お醤油で食べたことないので、はい、いつもこのままなので、はい、持ちだけ少しお醤油つけても。うん。お醤油も合いますね。合いますよね。じゃあ合います。はい、違うんだけど、うん。は、両方いきますね。ですか、毎朝、魚の築地に行きますね。行って、はい、その日の、はい、やっぱり美味しいものも、はい、その日によってやっぱり入ってる美味しいものがやっぱり違いますか？そうですね、ただやっぱり季節なんで、なんとなくその季節の時は大体同じ魚を使うんですけど、はい、それでもやっぱり毎日行ってると違ったものを買ったりとか、なるほど、はい、なるほど。それも卵と同じぐらいそのお店の特徴が出ますね。かんぴょう、これもお醤油味そのままもうついてますね、はい、はい、これも醤油の味もついてるので、これも一口でいきましょう。うん、これはやっぱり外国のお客様が一番喜んでくれますし、大トロ炙りました。大トロですよ、大トロ美味しそうですね。これどうぞ。さらに、はい、いきますよ。これは誰でも、外国の方、日本人、誰でもこれ喜びますよ。最高。先生、いつも美味しいものをたくさん出していただいてありがとうございます。東京に来るときに寿司湯で最高に美味しい寿司を食べるのは普通の、本当にもう一生忘れられない、まあ、いろんな観光とかもある中では一つほど忘れられない、経験になるのでおすすめですよ。